フレクションの帯、リフレクティブリボンズ。帯が宙に舞っています。この帯は光を反射し、様々な美しい色彩を見せています。上部にはミラーボールのような、光を反射する球体があります。月かもしれません。陰陽で言えば陰、東洋と西洋で言えば東洋的です。竹林は好きですか？複雑な形状のようですが、むすばったり、固まったりはせず、しなやかです。一つのことを積み上げているよりは、物事を多角的に捉え、反応を返していくことが向いています。投資などは向いています。複数の物体が絡んでいるわけではないので、仕事は一人でする方がはかどります。家族など身近な人が、自分の存在を明るく照らし、存在意義の証明になります。良くも悪くも、家族のメンバーを通して、自分を認識することができます。シルク織物のような、帯が長くつながっているので、お金に関しても、脈々とつながっていて、たくさんあるとも、ないとも感じてはいませんが、お金を大切には思っています。背景が白から黒へ、グラデーションになっています。大変クリアな世界なので、不純物がありません。年齢とともに健康度が増していきますが、強さとともに、食には気をつけないと不純物が溜まっていきます。季節の野菜などを食べることを習慣にすると良いです。あまりにも整理整頓されたルールや規律に惑わされると、帯が切れたり折れたりして、美しさを失ってしまいます。